はい、こんにちは、村尾聡です。今回はですね、6年生の4月の教材、2つの詩ですね、春の川という詩と象形状という詩についてやっていきます。詩を楽しもうというところですね、2つの詩が出てきて、それと続けてみようというのはその後出てくるんですが、まあ、それら全部含めて1時間扱いなので、まあ、結構忙しい展開になると思うんですね。まあ、普通だったらここ読んで終わりっていう感じなんですが、まあ、1時間の授業を考えてみました。まず春の川ですね、山村墓長という人の詩です。たっぷりと春は小さな川まで溢れているという短い詩ですね。もう一つが室生犀星の象形異常ですね。室生犀星の象形異常っていうと、普通はね、ふるさとは遠きにありて思うもの、そして悲しく歌うものってあっちの方を思い出しますけども、これは違う作品が出ています。安ずよ花つけ地図早に輝け、安ずよ花つけ安ずよ燃えよという詩なんですね。この2つの詩が、まあ、見開きで出てくるわけですけども、これをですね、比較するような形でやっていこうと思います。この動画が先生が授業する時のお役に立てばいいなというふうに思います。はい、それでは行ってみます。はい、それでは発問について説明していこうと思います。その発問に入る前に、春の川と象形異常何回か読み終えていることが前提です。短い詩なので何回も何回も読ませることができると思いますね。はい、最低でも1つの詩を5回ぐらいは読ませておきたいと思います。最初の発問です。春の川と象形異常、季節が早いのはどちらの詩ですか、というふうに発問します。そうすると子どもたちは細かい言葉に目をつけますね。まあ、でもここはまだ深掘りしなくていいんですね。簡単に聞いて、まあ、簡単に手を挙げさせる程度でいいと思います。まあ、ジャブですね、ジャブ打っときますね。で、まあ、多くの子が象形異常の方が時期的に早いというふうにすぐ分かると思うんですね。そうしたらここから詳しく見ていくわけですね。春の時期を始め、真っ盛り、真ん中ですね、終わりと3つに分けたとしたら、春の川はどの時期になりますか、というふうに聞きます。先生方どう思いますか。私はですね、これは真っ盛りというふうに考えました。子どもたちもおそらく真っ盛りと答える子が多いと思うんですね。この時に始めとか終わりという子がいてもいいんですね。いいんですけども、多分真っ盛りが多いと思うんですね。で、教師はこれは真っ盛りですねって、もこれは断言しちゃっていいと思いますね。そして春の川が春真っ盛りだと感じさせる言葉や技法に鉛筆で印をつけなさいっていうふうに言います。これはなんとなく読んだ時に春真っ盛りだなって感じた、その感じたものがどの言葉から来ているのかっていうことを自覚させるための発問なんですね。そうすると多分子どもたちはですね、たっぷりとかね、小さな川川までって書いてあるんですが、小さな川までじゃなくて川川ですね。すべての川というのは意味ですよね。ですからこの川川とかですね、溢れているっていう言葉ですね。しかもその溢れているが繰り返されてますね、2回ね。これリフレインという技法ですね。まあ、こういうところを指摘してくると思います。で、それを発表させて、なるほどそうだねという形ですね。友達が発表してなるほどなと思ったところには自分も線を引いておきましょうというようなことを言いながら聞かせます。はい、続けて象形異常の方に行きます。象形異常はどの時期になりますか。同じ発問ですね、2番と。先生方どう思いますか。これはおそらくですね、初めになると思いますね。子どもたちも初めという子たちが多くなると思います。同じですね、象形異常が春の初めだと感じさせる言葉や技法に鉛筆で印をつけなさい、先ほどの春の川と同じ発問を繰り返してますね。そうするとこれはですね、花つけって言葉がね、繰り返し出てきます。花よ咲けってことですよね。もうすでに花が咲いているアンツに向かってね、花つけなんて言ってる人はいませんので、これは花が咲く前ですね、多分つぼみのような状態なんでしょうね。ですから春の初めというふうに考えるのが普通ですね。ちなみにですね、この象形異常ってこの詩はですね、最初に発表された時にはもう一行最後にあったんですね。何かというと、ああ、あんずよ花つけっていうふうにもう一回花つけが出てくるんですよ。まあ、室生犀星自体が削除したというふうに言われていますけども、まあ、そんな知識もね、教師として持っているといいかもしれませんね。ちなみにそのあんずですね、このあんずの開花時期というのを私も調べてみたんですが、まあ、梅とあんずと桜ってあった場合にですね、順番で言うと梅、アンズ、桜なんですね。まあ、もちろん地域だとかその時の状況によって
重なることもあるそうですけども、基本的には梅というのが1月下旬から4月の下旬で、で、あんずが3月から4月で、桜が3月の半ばから5月の上旬にかけてということになってますので、まあ、順序から言うとそうなってきますね。なのであんずの花が一番早く咲くとして3月ですので、まあ、その直前ということで春の初めという感じなんでしょうね。はい、こうやって2つの詩をですね、比較しながら授業していきます。はい、そして最後に自分が好きな方の詩を暗唱しなさいと言って覚えさせる、もしくは自分が好きな方の詩を試写しなさいでもいいと思いますね。試写してから暗唱しなさいでもいいですね。残り時間によってそれは使い分けたらいいと思います。まあ、この1時間では扱えないかもしれないんだけども、こんな問いも考えてみました。これ春の川の方限定ですけども、これですね、春の川はどうして春の川ではないのですか。口で言うとこうなっちゃいますけど、要するに山水の川、タイトルは山水の川なんですよね。でも作品の中では普通の川なんですよね。なぜ題名は山水の方の川が使われているのかってことなんですね。これはいろいろな解釈をさせるのにはいいなと思うんですね。特に6年生ですしね、ここだけで1時間授業してもいいなっていうぐらい面白いですね。これ子供たちがいろいろな解釈をしてくると思います。まずやらなければいけないことはこの2つの川の違いですね。それを多分調べるということから入ると思いますね。多分皆さんもね、想像つくと思うんですが、山水の川の方はですね、大河とかね、銀河とかね、比較的大きいイメージがあるんですよね。山水じゃない川の方はまあ普通の川という感じで、大きい川と小さい川という違いがあるんですね。じゃあなんで題名の方に大きな川を表現しているのかということなんですね。私の解釈なんですが、春の川、山水の川ですね、題名の川です。これはただ単に普通の一本の川を表しているのではなくて、この題名の春の川というのはですね、比喩表現なんじゃないかなと思ったんですね。この作品は春真っ盛りだということを今勉強したばかりですのでね、そうするといろんな春が見えるわけですね。具体的にはたくさん花が咲いてるとかね、草がたくさん茂ってるとか、気候が暖かいとか、まあ、いろんなことがあって春なわけですよね。で、なぜこの山水の川かというと、まあ、そういうふうにですね、たくさんの春が押し寄せてるってイメージ、大河のイメージですね。ただ単に一本の川を表現しているのではなくて、春全体を表すためにこの山水の川を使ったんじゃないかなって私は解釈しました。ですから今目に見えてる景色全部を春の川というふうに題名で表現しているんじゃないかなというふうにね、私は解釈したんですね。まあ、子供がどう解釈するかわからないんですが、先生のそういう解釈を伝えることもですね、子供たちに新しい読み取り方を知らせる一つの方法だと思いますので、先生はこんな風に思ったんだっていうことをね、伝えてもいいのかなと思いました。はい、以上になります。参考になれば嬉しいです。はい、いかがだったでしょうか。こんな風に考えてみました。なんとかこれで1時間入るんじゃないかなと思います。一回読んで自分が感じたものがですね、どの言葉から引き出されているのかっていうことをですね、逆にこう辿っていくような授業を考えてみたんですけども、この手法はですね、他の教材にも使えると思いますので、まあ、はっきり書いてないけども感じたことっていうのはどの言葉からそれがね引き出されているかっていうことはですね、追求できることなので、感覚として得たものがですね、少し科学的に分かるというような授業になっていくわけですね。詩の中に使われている、あとですね、詩の中にいろいろなレトリックが使われているわけですね。ワンちゃん吠えてますけどね。今回の詩で特徴的なのがリフレインですね、繰り返しですね。まあ、そういうものも取り上げてみました。はい、今回私の提案した授業ですけども、まあ、先生方見ていただいて参考にできる部分、あるいはね、ここはもうちょっとこういう風にしたいなという、まあ、そういうきっかけになればいいなと思って撮ってますので、ぜひですね、修正しながら使っていただけたらという風に思います。はい、今回も最後まで見ていただきましてありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。